今回は前回の続きのモンキーマインズからスタートなのだ。なるべく後半にライフを温存しておきたいのだ。このカエル、見た目は毒ガエルっぽいよね。色が澄んだもんっぽいし、危険ね。このボーナスステージには裏ステージがあるのだ。その場所にいてると、持ってるものが2倍になるのだ。ちょっと見てるのだ。あったのは分かったけど、なんで取らなかったの？わざと？ごめんなのだ。あ、落ちた。ボーナスステージのショックから立ち直ったのだ。コースターは得意だから見ておくのだ。この線路どうやって浮いているのかしら？違法建築？お隣の国の鉄道はこんな感じ？やめるのだ。国際問題になるのだ。コースターは得意なのに、蜂には弱いのね。やばい。同じところでやられているのだ。またタイヤ忘れたのだ。タイヤ忘れすぎでしょ。なんでこんなところで食らってんの？
現れた。ズンダも。僕はこんな色していないのだ。その前に僕はカエルじゃなくて妖精なのだ。カエルで踏んだらハチがやられるのに、ゴリラはなんで速攻やられるの？ゴリラの方が強そうじゃない？きっと精神攻撃してくるハチなんだよ。メタンみたいに。するのだ。はあ、落ちたのだ。ズルするから落ちるのよ。なんか普通に落下していったのだ。何うろうろしてるのよ。敵の動きを真似しているの？その高さからジャンプして食らっているなんてかわいそうだね、ドンキー。あれはひどかったものね。あれはズンダモンの渾身のギャグなんでしょう。ハチはローリングじゃ倒せないよ。ドンキー嫌いじゃなかったの？ズンダモンがまた出てきた。ズンダモンを助けようとしたらやられた。
で怖いのだ。ズンダモンはドンキーに恨みでもあるの。